しもーし、聞こえますか？あれ、もしかして映像出てない？あ、ちょっと待ってね。まだモニターが…これでどうかな？やっほーリンリン、見えてる？聞こえてる？うん、大丈夫。ちゃんと聞こえてるし、映像も出てるよ、アコちゃん。このアプリすごいね。こんなにクリアで、おまけにほとんどラグなしで、動画までやり取りできるなんて。アコもフレンドさんから教えてもらったんだ。ゲームするには最適なんだって。今日はこのまま映像付きで通話しながらゲームしよう。うん、じゃあ今日はどこのダンジョンにしよっか。アコ、欲しい素材があるんだ。ちょっと前のエリアなんだけど、戻っていい？ノッツの遠石っていう素材なんだけど。ノッツの遠石？それなら確かロボロ鉱山かな。前にユキナさんたちと一緒に潜ったところ。あ、そっか、ロボロ鉱山。ごめんね、アコちゃん。全然平気。さ、張り切って素材集め行こう。よし、ノッツの遠石ドロップ。やっぱりリンリンと一緒だとすぐに溜まるね。そうかな、それならよかった。前に来た時は結構迷っちゃったけど、今はマッピングも終わってるからサクサクだし、ユキナさんが歩き回ってくれたおかげなんちゃって。アコちゃん、ロゼリアどうなっちゃうのかな。うん、次行こうか。さっきからずっとこの調子。お互いついロゼリアの話題を出しちゃって気まずくなって、今日のゲームなんかいつもより楽しくないな。まるでこの前のロゼリアの練習みたい。ねえリンリン。何？アコちゃん。アコね、前から思ってたんだけどさ、聞いてくれる？うん、どうしたの？あのね、今戦ってるモンスターなんだけど、ユキナさんに似てない？え？はあ、そう言われると確かに。クールでかっこいい感じとか似てるかも。でしょ？リンリンなら分かってくれると思ってた。攻撃した後のプイってそっぽ向いちゃうモーションとか超感じ出てるよね。あとあと属性が氷っていうのもポイント高いと思う。ちなみにリンリンはサイレントドラゴンって感じ。可愛いのに超強いところとか絶対リンリンっぽいよ。それでね、リサ姉はエールエルフ。敵味方関係なく回復しちゃうとか完全にリサ姉でしょ。でね、アコは当然ダークドラゴンで。やっぱりアコちゃん、ロゼリアのみんなのことよく見てるんだな。みんなぴったり。それにゲームしてる間ずっとみんなのこと話してる。アコちゃん、アコちゃんは本当にロゼリアが大好きなんだね。それでダークドラゴンの漆黒の翼をピンチになると。ん？リンリン今何か言った？なんでもないよ。それで漆黒の翼はピンチになると？そう、それでね、ピンチになると翼の色が黒から白に変わって、それで属性も。ロゼリアの話をするアコちゃん、すっごく楽しそう。それに私もさっきのただゲームをしてた時よりも楽しい。私もアコちゃんと同じようにロゼリアが、やっぱり今のままじゃダメ。もっと考えないと。すぐにはわからないかもしれないけど、でもロゼリアのためにできること
探さなくちゃ。そのためにも今はできることを精一杯。あこちゃん、今日はとことんやろ。足りない素材全部集めきっちゃおう。いいけど珍しいね。いつもはそろそろやめにしようって止めるのに。できるときにできることを精一杯やらなくちゃ。そっか、うん、そうだよね。分かった、今のうちに少なくなった素材も集め直そう。うん、一緒に頑張ろうね、あこちゃん。